こんにちは。ロハス TV の時間がやってままいりました。今日はですね、えー、だし栄養スープこれ非常にですね、えー、人気がございまして、えー、本当に天然だしがね、えー、取れます、えー、今日はあの陽、ー、気にね移し替える映像を見ていただきましてどれほどサラサラでですね、えー、使い勝手がいいかというのを見せてみていただこうと思っておりますそれでは、えー、カメラさん どんなふうな形かちょっと見ていただけますかね見てくださいよこういう形でもう本当にねサラサラなんですほらもう何言うんですかねこのこうどん粉よりもサラサラというこういった形でですねえー、容器に移し替えてそして、えー、いるだけ使っていただくおっとちょっと入りすぎましたかねはい でこれをこの上見ていただけますかねトン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 ほらもう本当に粉状でですねはいこれで出来上がりましたあとはね、えー、これでキャップをこうしてす,するだけですね、えー、すると、えー からですね、ちゃんと出るような形になります。本当に使い方がいいですから100均で売ってますのでこれで容器に入れて食卓に置いておくといつでもどこでも使えますので便利がすごくいいです是非ねだし栄養スープこれをですね食卓でいつでもどこでも使っていただいて健康的な体づくりを食品の方からやってみましょうそれでは えー、だし栄養スープの、えー、ご説明でしたさよなら